よっぴー、アリンです。それじゃあ引き続きやっていきましょう。前回ね、ジェクトシュートを無事取得し、そしてね、死に会うことなく、ルカに到着した後、ブリッツボールの試合があるために、今ね、ここの、ルカにある控え室にいるんですけれど、なんとね、アーロンが生きていたという情報がね、耳に入り、で、どうやら、ミラト町のね、ルカのカフェにいるという情報を得たので、早速ね、カフェに向かっていきたいと思います。それじゃあ、行くぞい。これでればいいのかな？あ、出た。で、召喚師、ラヤカ。召喚師、サヤが？よくやるのは。牢獄のは。アルベド・サイクスだろ。俺、この前アルベドに世話になったんだ。リュックって子に飯食わせてもらってさ。全部アルベド語わかるわけじゃないからな。ああ、言葉通じないのか。ティーダ喋れないんか、アルベド語は。喋れる？まあ、なんていうか、リュックに会ったら、よろしく伝えてくれ。フィリックでね、伝えてくれ。よろしくって。一回戦、よろしくっす。よろしくっす。勝つんで、よろしくっす。おお、これはもう前に進めんのかな。いろいろ部屋があるみたいだな。反対側行ってみる。こっち。お、人がいっぱいいるよ。あ、見て、宝箱発見。イエイ、ポーションかな。はい、ポーションを手に入れた。話しかけてみるか。あたしは小娘の頃からゴアーズのかけらんじゃい。昨日今日からのにわかファイトは年季が違うっちゅうこっちゃ。この警備員失礼しちゃうわ。あたしのグラブ様に合わせてくれないの。あ、ここ別のチームの控え室か。ここはルカゴアーズの控え室です。関係者以外の方をお通しできません。それは入れないだろうな。あ、みんなこれゴアーズのさファンってことか。ゴアーズに差し入れを持ってきたのに警備員が入れてくれないんだよ。僕この前ビス君に握手してもらったんだぜ。いいだろう。ビス君誰だよ。あ、なんだ、誰だこいつ。アバターみたいな人がいるんだけど、話しかけてみようかな。おおらかな選手よ、ロンゾの。おおらかな選手よ、ロンゾの技を味わうがよい。ロンゾの技、ジェックトシュートみたいな感じのさ、必殺技かね。見て、アルベド語、アルベド語じゃないや、本が落ちてる。待て待て、取れない、取れないよ。おおらかな助っ人さんは余裕だな。もうすぐ開会式だぜ。開会式の前に、あ、手に入れた6巻。アルベド語を学習したヌ・ス・ヘ・セ・ホ・ソ。ティーラはアルベド語キョン・キン・キャになった。これさ、いつもさ表示されるけど、あれなのかな、ランクのことなのかな、よくわかんないけど。話しかけてみるか。おおらかな控室は反対側でしょ。それともなんだ、偵察ってやつか。偵察しなくてもな、こっちは優勝する気でいるんすよ。なんだこいつ。いいね、開幕直前のこのピリピリした緊張感。あるじの前の静けさって感じ、盛り上がってきたよ。もうなさそうだな。これはこっち行けんのかな。お、行けた。ん、おお、何やらさ宝箱がありそうな予感がするぞ。くまなく探して、さっきみたいにさアイテムとかさ落ちてるかもしれないからね。ないかな。こっち行ってみるか。一応話しかけてみるか、行く前に。もしもし、現在のいる場所は5番ポート、まっすぐ進むと4番ポートになります。なるほど。寒さの慣れたロンゾにはルカの街は暑すぎる。ルカは結構暑い街なんだな。でーん、こっちは行ける。アイテムは
ないみたいだな。こっち行くか。こっち行くと戻るのかな。お、戻る感じか。おお、話しかけてみよう。シーモア様は我らグアド族を永遠の安息に導くお方だ。スタジアムの店は大会中休業だとよ。ちゅうわけで、お若屋よろしく。船でもあったな。あ、武器見てみるか。武器武器。あ、今お金ない。お金がないよ。ベノム、ベノムアタッカー、サンダースピア、現実の指輪、マジカルリング。あ、これはこの前手に入れたな。ジーンだね。マジカルリング、ルールーにつけられそうだね。これ買っとくか。ユーナか。ユーナ HP 必要じゃない。はい。装備すると現在の HP が減りますが、装備しますか。まあ、とりあえず装備しとくか。みんな体格。あ、待て待て。え、でも、え、待って。今気づいたけどさ、HP か。HP 減ったらさ、これあんまり使えないんじゃない。なんだよ、あんまいいものじゃなかったとか。何が強い武器とかさ、全然わかんないからさ、とりあえず買っちゃったけどさ。売るもんはないみたいだし、ポーションとかないの。ポーション、ポーション、アイテム、あった、売ってた。ポーション買うか。50円だし、7個おーし。一応ね、回復技は覚えてるけど、ユーナがね、買っとくか。霊峰ガガゼットの標石がロンゾの心意気を育てた。勇者はロンゾファンク、ロンゾなら誰でも知っている。残念だな、勇者は俺らなんすよ。この先はキーリカ行きの連絡船が停泊している2番ポートになります。なるほど。おーし、そしてやっぱりありましたね、宝箱。これもハイポーションかな。あ、お金手に入れた。イエーイ。あ、こっちにも。イエーイ。フラットランスを手に入れた。なんだろう、初めてのアイテムだな。タニップニーブリッツマーサミーコーフ社ワンシャコ選手側のダンザエモ。わからん、わからんから行くか。おうし、だいたい見たからカフェに行きますか。カフェへと向かうぞ。この下だね。かな。空気が気持ちいいな。お、何やら集まってるね。すみません、通してください。通せ通せ。さ、行こう。取材受けてたのか、ユーナ。めっちゃカメラ構えてんだけど。すっごい年季だな。かわいいかよ、ユーナ。かわいいかよ。いちいちかわいいんだよな、行動が。今日も黒バラが、黒バラの紐が。あ、なに、なに、どんどん。ザナルカンドではブリッツの時、こうやって応援するんだ。おい、かわいいかよ、ティーダー。なんや、この二人。かわいいかよ、やりとり。ユーナもやってみ。指を、こういう風に当てて。こう。ああ、そうじゃなくて、こう。うんうん。で、思い切り吹く。かわいい。練習っす。かわいすぎかよ。もしはぐれたら、それで合図だ。そしたら、俺すぐに飛んでっからさ。イケメンだな、ティーダ。吹けるようになるまでは、はぐれないようにするってことで。了解です。なんや、この二人エモすぎ。なになに、こういう、こういうの弱いからさ。なになに、なんかついてくるんだけど、ユーナ。か
こういう可愛い子にね、アンリーは弱いからね、すぐね、心の声が、可愛いとすぐ心の声が出ちゃうからね。とりあえずここも見て回るか。話しかけられる？よう、おおらかなワンパクくん。さっきはいいねとありがとよ、ワンパクくんって言われてるよ。あの調子でトーナメントを引っかけ回してくれよな。スタジアム前から生中継でお送りしてます。まもなく開会式を迎えるとあって熱気が高まっています。って、あ、ちょっと取材中なんだから邪魔しないでよ。俺らのこと映してくれよな。俺らのことをほら、俺今デート中なんだぜ。ほら映してくれよ。ほらこいつわん。本当は試合の勝ち負けなどどうでもいいんですよ。試合に熱狂してどんちゃん騒ぎしたりできないです。あ、ユーナ、ユーナ大丈夫か。引っかかってるユーナー、こっちこっちこっち、引っかかってる、引っかかってる。ふぅ、こっちは、この先はルカシアターです。あ、ルカシアター、なんだろう、行ってみるか。行ってみようぜ。シアターってことは何？映画館？会場？おぉ、行ける？お、行けた。おぉ、会場っぽいね。ここの中入れんの？お、入れた。おぉ、ここが受付みたいな。当会場へようこそ。お客様メインホールへ行かれますか？行ってみる？行く。おぉ、あ、ここで音楽が見れたり映像が見れたりするのね。なるほど、音楽スフィアとかあるんだ。今多分何も持ってないから、手に入れたらね、流したりしてみようかな。まあ、とりあえず受付に戻るか。なんだこいつ。当会場の音楽スフィアはいかがですか？え、ここで手に入れられんの？欲しい欲しい。あ、購入金額54,000ギル、高くない？めっちゃ高いんだけど。買えないわ。ここで買うのね。なるほど。あ、見て、あ、アルベド書。うぃー、アルベド語辞書7巻を手に入れた。イエーイ。アルベド語を学習した。さ、た、ひ、ち、ゆ、つ、いくぞ、ユナ。何やら賑わってますね。オラたちの音楽を聞きたいか。あっちでスフィアを買うっぺよ。あそこで買ったスフィアをあのシアターで聞くってことね。なるほど、お金がでもないと買えないからな。あ、カフェこっちみたいだね。こっち行くか。こっちだな。行くぞユナ。なあ、連絡船が運休って本当か？まだ近くの海でシンがいるかもしれないんだって。これじゃいつ消えるかに帰れるか見当もつかんな。殺伐隊がシンを倒すって息巻いてるけど期待できないわ。そりゃあね、実績がないですからね、殺伐隊の。お、着いたカフェ。わ、すごい、いろんなお店がある。結構人多いな。ルカはスピラで2番目に大きな町だよ。どこもビサイドやキリカみたいなもんかと思ってた。町がね、大きくならないの。大きくならない。人が集まってきて町に活気が出てくると。シンが来るって？うん。ここは安全なのか？ここも同じ。でもスタジアムがあるでしょ。だから討伐隊の人たちが命がけでシンを追い払うの。スタジアムのために？わざわざ？ブリッツの試合が開けないと楽しみがなくなっちゃうからね。殺伐隊やるやん。スピラには楽しいことあまりないから。くわー、選手は責任重大だな。いっぱい盛り上げないとだねそうだよ。ねえ、ザナルカンドもこんな風なの？ここよりずっとごちゃごちゃしてる。でかい建物がぎっしりでさ。そしてだいぶ広いよね、ザナルカンドは。きっとすごいんだろうな。私、目が回っちゃうかも。
アーロンさん、探そう。探そう。そんなに大きい町に行くと目が回っちゃうんか、ユーナ。もう、可愛い。もう可愛いしか言えないよ。語彙力がないから可愛いしか言えない。いらっしゃいませ。武器見せて。あ、ここでも武器買える。あ、さっきとはまた違うね。ちょ、安い。こっちの方が。これも買ってくから安いから。おいーん、買ってー、モグ買ってー、これ買っとくか。おいーん、おいし。いろんなお店あるみたいだけど、こっちは何だろう。あ、上行ける。なんだここは。なんかさ、ほんと、アンリン自身もなんか、このルカに観光に来た気分になってるわ。あ、宝箱ー、千切れを手に入れた。おーし。おお、まだ上行ける。おお、あれ、こんなところでぶらついてていいのかよ。もうすぐ試合が始まっちゃうぞ。今デート中なんだよ。人を探してるんだ。なら、ここに来たのは無駄足だな。見ろ、ほとんど人気がないだろ。この上何があるんだろう。みんなスタジアムに行ってるか、スフィア放送にかじりついてるよ。ブリッツに夢中ってわけさ。あんたたちは見ないのか。そりゃあ見たいさ。でも、作戦の打ち合わせがあってな。シンから守んなきゃいけないからね。遅いな。伝令はほっといて、もうスタジアムに行くか。真面目にやってくださいよ、先輩。俺たちには任務があるんですよ。というわけだ。まあ少し遅れるかもしれんが、試合は見に行くつもりだよ。分かったっす。俺たちが行くまでに負けちまうなよ。ああ、任せとけ。任せとけっす。ってことは上行けないのか、これ。あ、行ける。あ、行ける。あ、行けないか。したら下降りるか。テク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 。こっちみたいだね。これカフェ、カフェの看板これね。え、入るか。お、にぎわってますね。どこにいんだろうね。見当たらない。いないみたいだ。うん、聞いてみよっか。おう、おう、決まり。おう、なぜ黙る決まり。10年合わなかった延期にどうして答えない。決まりは延期を忘れたか、ヴィラン体系を忘れたか。決まりは無口なんですよ。責めるな、エンケ。決まりは小さいロンゾだ。背が低い。顔が見えない。ヴィランとエンケがわからない。おい、その笑い方なんだよ。ロンゾの動向を忘れたか。恩知らせ。角が生え変わる黒可愛が。おい、いじめるなよ、決まりを。ヴィラン体型は決まりを鍛えて強いロンゾに育てた。やりすぎたが。やっちゃえば。お、やるか。だから何だその笑い方。どうにかならんのか。おい、いいね。おい、やってやって。行け、決まり。試合が始まるぞ。揉めるなら外でやれ、外で。まずいっす。今日、この良き日にスピラ全土から選手たちが集った。鍛え抜いた力と技を正々堂々競い合うためである。いずれ劣らぬ強豪たちの誰が優勝しても不思議ではない。勝敗の行方は誰も知らぬ。それゆえ我らはただ称賛しよう。勝者の栄誉をたたえ、もう開会式始まってるやん。敗者の力投をたたえようではないか。全選手諸君、健闘を祈る。はい。お、お、
の描写がすごい綺麗だね。おー、すごい。こりゃお祭りですね。すぐ試合？マジ？もうすぐ試合の感じ？嘘！大丈夫かな？いや、ポンコツ試合を見せるわけにはいかないからな。やったらないと。おう、始まった？ほえー、お、決まり、ユナがいない。あ、ユナ、どこ行ってユナ。あんたたち何してたのよ。アーロン探してたんだよ。ユナがさらわれたわ。アルベタ・サイクスの仕業。ユーナ、無事に返してほしければ1回戦で負けろって。わ、クズかよ。きったねー。犯人がただの選手なら手荒な真似はしないと思うけど、万一ってこともあるわ。助けに行くわよ。姫を助けに行かないと。行くぜ。大丈夫だって。23連敗中のチームにわざと負けろなんてさ、そんなこと言うチームなんて大したことないって。いや、そうだ、ティーダーの言う通りだよ。若たちもそう言ってたわ。試合は何とかするから、ユーナを頼む。そうだったのか。4番ポートにアルベド族の船が入港している。乗り込むわよ。おう、行くぜ。俺らのユーナがさらわれちまったぜ。急いで助けに行かなきゃ。姫をな、助けに。うー、こっちか、こっちか。来たね、やつらだな、さらうなんて。どこだ？こっちか。あの奥だな。お？なんだこいつら。うわ、なんだこいつら。え、待って、アルベド族が復活した古の機械よ。大丈夫、雷の魔法で倒せるわ。雷ね。了解したら、まずティーダでダメージ与えとくか。あんまり物理は攻撃しないのか。そしたらクロー魔法はね、サンダー。いけ、サンダー。おいし、ナイス。交換はできないのね。あ、そうだよね。まあ、ワッカ試合中だもんな。ユーナは連れ去られてるから、この3人だけでしか戦えないんだもん。戦う。いや、で、ここも戦う。はぁ、おーし、うっそら、サンダーでやってやるぜ。サンダー、おーし、やったったぜ。お、ハイポーション手に入れたぞーい。行くぜい。どこだ。あ、もうまたザコ来たよ。これも戦って、これもサンダーで倒せるみたいだな。おい、おが、これ魔法で。おーし、攻撃力は大したことないんだよな、こいつ。おらおら、おーし、オッケー。こっちだな、
こっちだ、こっちこっち、急げ急げ。わあ、次から次へと、次から次へと、サンダー、サンダー、おーし、雑魚が、じゃんじゃしつこいっつーの、まだ食うのかよ、はぁ、あ、おーし、はぁ、あ、おーし、もうこれでやったんじゃない？アルベドは本気のようね。まだまだいいのかよ、しつこいやつらだぜ。おーし、いけサボテン、ナイスー、おーし、もう終わり、おーし、おーし、よかった。さあ、微細度オーラか、必死のディフェンスによって懸命に同点を守っています。頑張れ、ワッカー、2対2だよ。あーっと、これはまたひどい。おいおい、反則だぞ、反則。しかしレフリーはファールを取りません。もうワッカ選手、限界切り込んでしょう。おいおい、八百長か、八百長。ワッカー、よし、頑張ってんな。いや、頑張りすぎてるでしょ。しないわ、バッカはいつもそう。バカ、体力ないんか。きついっすね。行くわよ。お、セーブポイントが、一応セーブしとこうかな。おいし、セーブ終わったぜ、行くぞ。